練習試合などでよく顔を合わせるといういわきといわき桜ヶ丘の同地区対決。いわきはツーアウトから桜ヶ丘の3番宮村にヒットを許すと、4番中田、2者連続ヒットでツーアウト2塁1塁とされます。しかし続くバッターを内野フライに打ち取りピンチをしのぎます。両チーム無得点で迎えた3回、いわきは3番村田のツーベースヒットでワンアウト2塁とすると、バッテリーエラーの間にホームイン、先制点を奪います。さらにワンアウト3塁とチャンスを作り、打席には5番高橋。強い当たり、ライト線フェアになりました。三塁ランナーゆっくりとホームに帰ってきました。2対0いわき高校リードを2点に広げています。その後も追加点を重ねたいわき、同地区対決を制し3年ぶりに初戦突破を果たしました。今年はまず初戦しっかりやって勝っていこうという話をしていた中で、しっかり勝利という形で終わらせることができたというのはとりあえずホッとしています。先は見ないで一戦一戦しっかり勝っていこうという、そういう気持ちでやっていきたいと思います。